はい、これも代償関係がわからないものの順序を決定する問題ですけど、順序って代償関係の順序ですけど、でこれも例によって与えられた条件に沿って当たりをつけます。例えばもうこれいきなりやんないですよ。いきなりやったらまあ最悪12通りぐらいやんなきゃいけないので、もうそれっぽい順番に並べといてから証明するだけだったら3通りで済むので、で A イコール1、B イコール2と置くと2分の A たす B、これ相加平均ですね、は2分の3で、相乗平均はルート2。ちょっとこれ数値が分かりにくいからイコール 1.5 でイコール 1.41 点点点と書いておきましょうか。で、で A たす B 分の 2AB がいくら3分の4で、それって 1.33 ぐらいです。これがルートの数値感覚がないとちょっと予想もつらいわけですよね。で2分の a2 乗たす b2 乗のルートは a2 乗が1で b2 乗が4だから2分の5のルートで、それっていうのは2分のルート10で、ルート10が 3.16 ぐらいだから 1.58 ぐらい。ルート10覚えなきゃいけないのつらいですけど、そうだな、この問題の場合はだからいざとなれば2乗してもっていうことはありますけど、だから例えばこれ2乗すると4分の10になるから2分の5、こうそうするとこの2乗の2より大きいとかいうことも言えますけど、このぐらいだったら数値覚えといた方が多分早いんじゃないかなと思います。実際センター試験とかにもルートの代償関係比較する問題出たことがあって、丁寧に2乗やれば間違いなくいけますが、数値を覚えてる人のスピードにはかなわないので、それちゃんとやっておくことを、覚えておくことを個人的にはおすすめします。でそうすると一般の順番としては一番小さそうなのがこれ A たす B 分の 2AB で、次がルート AB で、次が相加平均。ここを示せてるようなもんですけどね、相加平均と相乗平均の関係で統合成立条件が成り立ってないんだからもう明らかですけど、これ間違えてる人はちょっと危ないですけど、ただその証明ってどうやるんでしたっけっていう、ということでこう予想されたので以下これを順番に示していきます。で大きい方引く小さい方が正であるということを順番に示していきますけど、一番左がルート AB 引くことの A たす B 分の 2AB。 この問題もどっかで見たことあるような気がするな、有名問題かもしれませんが、A たす B で通分するとA たす B 倍のルート AB 引くことの 2AB で、でこれをルート AB で分子をくくります。そうすると A たす B 引くことの2ルート AB になるので、だから AB はルート AB かけるルート AB ですよ。2乗って書くと目が慣れてない人が戸惑うからあえてかけるって書いてますけど、だからこっからくくり出して これ転換するとこっちに戻るっていうことで納得してくれてもいいんですが、ここでルート AB が因子にあるということに気づくのがポイントです。だからルート AB がいて AB がいたら、あ、ルート AB でくくれるということを見て取れるようになってください。でで、A たす B 引く2ルート AB というのは何かというと、実はこういう式変形がいけます。不等式の証明に慣れてる人はこのぐらいいけるのかな。ルート A 引くルート B の2乗です。それは、指数法則知ってる人にとっては AB の代わりにルート A、ルート B って取ればいいわけですけど、ちょっと確認しておくと、因数分解はいつも
展開して確認するというか展開した結果を暗記しておくわけですけど、ルート A- ルート B の2乗はこれは XY の2乗の形で、ルート A の2乗足すルート B の2乗引くことの 2× ルート A 引くルート B ですから、ルート A、ルート A の2乗はもちろん A であって、ルート B の2乗は B であって、引くことのルート A× ルート B はルートの AB ですから、こうちゃんとなっています。で、でこれが正であるといきなり言ってもいいんですが、ここでA が正であって B が正であるから分母の A たす B が正であってルート AB が正で、また A と B は実数だから、なんで実数かっていうと0より大きいって書いてくれてるからこれ実数なんです。不等式が成立するのは実数しかないです。で実数の2乗だから、まあ、ルートとって、そうか、ルート取ってるから実数だからだとちょっとダメですね。これやめときましょう。実数だけじゃなくて、A と B が正だから、ルート A とルート B も実数になっていて、だからルート A 引く B は実数だから、これルート A とルート B のどっちが大きいか関係ないんですよね。というかこれ実は負の数になってますけど、その意味ではこれ逆に振った方がうまかったかもしれないですが、ルート A 引くルート B の2乗は、正。正であることを言うためにはルート A イコールルート B でないことを言わなきゃいけないんですが、それは実は これを使っているということで、ちょっとなんかだんだん書くのが追いつかなくなってしまいましたが、で以上よりとこれ全部正だから、かけて正になって、だからこれ全体が正ってことはこれ全体が正ですから、ルート AB がと A たす B 分の 2AB より大きいと、これでと1個目が示せました。でこれでカッコ1って書いておいて、最後にカッコ1よりっていうふうに言いますけど、ちょっとスペースがなくなってしまったのでこれ消します。こういう論証って答案用紙に書いたら結構えらいことになるんですよね。学校の定期試験とかでこのレベルに出ちゃった時はなんか B4 の紙の半分はいらないかな、3分の1以上ぐらいはないときつい気がしますけど。